冬休みクリスマスプレゼント企画実施中、詳しくは概要欄にて。はい、どうも皆さん、こんにちは。クラクラチャンネルのケースケです。ということでね、今日は待ちに待った、もうめちゃくちゃテンション上がってます。待ちに待ったですね、クランゲーム終了いたしました。で、クラちゃんアイスですね、メンバーですね、頑張ってくれて3万ポイント貯めることができまして、で、自分もね、昨日の生放送で2000ポイントまで貯めました。で、なんでこんなにね、私ケースケね、ハイテンションになっているかと言いますと、あの、やばい薬やってるとかじゃないですよ。やっぱりですね、今回の報酬ですね、はい、注目なのが目玉。はい、ヒーローの本ですね。ヒーローの本とかね、呪文の本ですね。こちらのね、魔法アイテム。なんとアップグレードをね、一瞬にして、もう終わらせることができるんですよ。なので今回はですね、もうね、新アイテムですね。魔法アイテムの本シリーズ。こちらをね、早速ゲットして使ってみたいなと思います。というわけで、早速やっていきましょう。レッツゴー。ということでね、早速なんですけど、報酬をゲットしていきましょう。今回は6種類までね、報酬ゲットすることができるのでね、何をゲットしていきましょう。悩むな。とりあえず、ゴールドでいいかな。ゴールド、ダクエリからのポーション。ポーションはそうだな。自分まだまだね、タウンホール11上げたてなので、こちらね、パワーポーションですね。ゲットしていきましょうか。パワーポーション。からの、そうだな、ダクエリかな。ダクエリやっぱり貴重なんで。で、ここの本ですね。で、この本ね、やっぱりね、ゲットするのがですね、そうですね、個人的にはヒーローの本がいいかなと思います。結構ね、やっぱりね、ヒーローをですね、寝かせていて体制参加できないよって人いると思うので、こちらね、今回はヒーローの本を選択していきます。さあ、そして6個目はですね、やっぱりですね、本シリーズですね。こちらの建物の本、あらゆる建物のアップグレードを瞬時に完了することができるということなので、しかもどちらの村でも使用可能なんですね。なるほど。ちなみにヒーローの本も、あと大工の拠点でも使用可能ですね。なのでこちらのね、建物の本をゲットして早速クランの城に追加していきましょう。レッツゴー。さあ、じゃんじゃん入っていきます。じゃんじゃん入っていきます。じゃんじゃん入っていきます。さあ、そして魔法の本もゲットしまして。はい、いや、嬉しい。次回をお楽しみにということでね、次いつ来るんでしょうかね。ちょっとね、楽しみですよね。さあ、ということでね、ちょっとね、宝庫の方を見ていきましょうか。魔法アイテム、やっぱり手に入ってる。これいいですね。売るとどうなるのか。売ると、50エメなんですね。あー、危ない危ない。キャンセルキャンセル。売るわけないでしょ、バカ。で、これも、建物の本も、売ると50エメなんですね。危ない危ない。キャンセルキャンセル。はい。で、ホークの方はさっきのダクエリが手に入りましたね。あ、若干ちょっとね、入っているんですけども。はい、こんな感じでね、ちょっと早速なんですが、ヒーローをね、時短していきたいなと思います。では、アチャクイの方をね、着工していきましょう。ほんと11になってからね、アチャクイのね、レベル上げ頑張っていて、今回44レベルになりますんでね、じゃね、着工していきましょう。さあ、アップグレードすると、毎秒ダメージがプラス11、イエーイ、ヒットポイント36、再生時間がプラス1分になるんですね。で、能力レベル自体は変わらないといった形でございます。さあ、ということで早速着工していきましょう。この日のために、ダークエリオンで、たらふく溜め込んだので、よし。で、これで、あ、来た来た来た。はい、ヒーローの本が、ここに出てます。これをね、早速使っていきましょう。いきますよ。一週間かかるのが、このヒーローの本を使うことによって、おー、これはありがたい。無料で時短できまして、はい、アーチャークイーンがね、レベル44になりました。さあ、そしたらですね、じゃあね、ちょっとアップグレード中の、建物ですね、建物の本も使っていきましょうか。そしたらですね、こちらの、クロスボウ。はい。あとですね、終わるのに11日と2時間かかるんですよ。これ時短するのに、1505円目かかるんですが、こちらの方もですね、はい、早速なんですけども、アップグレードで完了させていきたいなと思います。いきますよ。レッツゴー。さあ、はい、こんな形。いや、嬉しい。これほんと、無課金の人にとってはありがたいですよね。なので、クランゲームですね。やっぱりね、本シリーズ。ヒーローの本はね、優先的にゲットしていきたいかなといった感じなので、それですね、せっかくね、アチャクイレベル44にしたんだからね、早速このアチャクイ新レベルじゃない、44レベルで、クイヒーでね、資源狩りやっていきたいなと思います。じゃあ早速ね、ダクエリ稼ぎやっていきたいんですけれども、編成はね、いつも通りこちらのですね、ユニット枠、260枠のうちの半分しか使わない、130枠しか使わないんですね。こちらのクイヒ編成でね、資源狩り行ってみたいなと思います。その前に大工さん一人余っていてもったいないんで、じゃあね、アーチャータワーも着工していきましょう。さあ、ということで、マルチ早速行ってみましょう。レディゴー。はいはい。ではではですね、こちらのダクエリを溜め込んでる、たっぷりと溜め込んでますね。
貯めているこちらのね、配置に対して攻めていきたいなと思います。さあ、まあ、タウンホール11でね、火力高いんでね、ちょっと怖いんですが、あんまりね、攻めたくはないんですがね。はい、あんまり格下ね、攻めると格下ばっかり攻めてんじゃねえよってね、言われるんでね、ここ攻めていきます。さあ、そしたらですね、若干火力高い。やっぱり11の火力高いですね。でからのですね、レイジボールブレイカー、ここ壁開け、行っていきます。よし、壁開け。それんなよ。あ、ちょっと中に入れって。なかなか入らないぞ。中に入れない。あー、それる。ダメだ。アチャ君のレベルが上がっても、俺のスキルレベルは上がっていない。ちょっと待てよ。あー、オッケー。今中入った。今入るんすね。今入って、デレージをかけていこう。よし。火力だけ。11火力だけよ、怖え。いや、ほんと。火力の高さがちょっと、バケモン。いや、待て。ヒーラー5体つけて、レージもかかってんからね、これ。ちょっときついな。大丈夫。アチャ君中の方に行かねえぞ。これ、金座にターゲット取って。あ、オッケー。で、イーグル構成。よし！おしゃ、危ねえ。いや、怖いって、本当に。いや、ほんと。いや、ちょっと、アチャクイの方に、ウォーデの方にヒーラーついちゃった。違う、アチャクイの方についてほしいんだって。アチャクイの方に行って、ヒーラー、おい。ちょっと、どうしよう。オッケー、ダク入れ取った。ダク入れ取って、ちょっと、レイジ一旦落とそう。レイジを一旦落として、ちょ、アチャクイ、クローク。たまらずクローク使って、ウォーデンにつくんじゃない。ちょ、一回ピキンで、オッケー、ヒーラーがうまいこと。アチャクイについた。よし、よかった。あー、無ねえ。怖いよ、もう。だから、こう、同格とか攻めたくないんだよ、これ。はい。よし。ダクエリを抜いたんで、あとは星をつけたんで撤退しましょう。あー、よかった。あれ方ね、防衛施設は壊し置いたんで。じゃあね、あとはね、適当にね、ババアチャをね、出していってね、パーセンテージをちょっとでもね、稼いでいきます。いや、疲れるわ、ほんと。ほんと、ただ単純にゲームしてね、普通に攻めてるだけなんですけど、これ体力使いますよね、実況ってほんと。さあ、リアルタイムアタックをしていって、よし、パーセンテージをどんどん稼いでいく。で、最後、キングを壊したら 50% まで乗らない？さらに火力の高い地帯に入っていくの？いや、怖い。よし、50% 取ったんで逃げよう。はい、逃げろ。よーし。全部ダクエリア取り切れてないんですが、まあでも3593ダークエリクター手に入ったんでね。まあ、よしとしましょう。はい、そしたらね、溜め込んでいるね、いい感じの放置村かながね、出てきたのでね、ここね、行きましょう。よかった、さっきより施設レベルが低いんでね、事故ることはね、多分ね、ないと思います。これね、フラグじゃないですよ。フラグじゃないですかね。はい、ボーデンも一緒につけていって、で、削っていきましょう。いやー、やっぱりですね、さっきの、施設レベルが高い11、相手にね、攻めたんで、これがね、ほんとちょっと可愛く見えますよね。よし、で、これで兵舎の方に向かっていって、で、タクエリポンプ削ってくれるかな。オッケー、削ってくれますね。で、アチャクイはどっち方向回るかな、これ。アチャクイどっち方向回る？あ、こっち方向回るね。じゃあ、そしたらアーチでここら辺削っときましょう。で、こっち方向に対空砲があるんで、ここ壁開け行っていきたいですね。よし。いいよ。アーチャ可愛いよ。で、ここでウォールブレーカーで壁を開けていきましょう。で、オッケー。アチャクイがターゲットね、ウィズドンターゲット取ってくれたんで、ここから中に入っていきます。さあ、で、ここで、あとはですね、その間にですね、アーチャーとかで削れそうなところないかな。ここ削れる？あー、削れないか。ちょっと嫌な感じですね。ちょっと性格悪いよ。で、ここでレイジを一旦落としていってからのレイジボールブレイカーで、ここで壁開け行っていきます。で、ここ壁開いたんで、ダクエリタンクまでの道できてますよね。で、これでね、中に入っていって、アーチャクイが入らない。いや、入れって。入れよ。おい。せっかくレイジボールブレイカーで、なんかいい感じに壁開けたのに。いい感じが全然いい感じじゃないですけど。ちょっと、ここら辺削っていって。で、頼むよ。ちょっと。テスラは壊さない。いいんだよ。テスラこう、あ、オッケー、ダクエリタンクに。お帰りなさい。お帰りは着い。オッケー、よし。で、これでダクエリ取れましたね。で、あとはそうだな。ババアチャとかで抜けそうな部分。ここら辺とかたくさん取っていきたいですね。1、2、3、4、5。あ、まあいいや、こんな感じで。はい。こんな形でね、取っていって、まあ、資源、周りのポンプね、削ったら、まあ、これで終了でいいですかね。で、あとは、そうだな、もう、
そうですね、高回転でこの編成ですね、回していきたいので、まあね、枠は節約していきましょう。枠は節約していって、艦長、ゴーデンがちょっと、危うかった。ゴーデンを回復しきったら終了で、お願いします。お願いします。でも、アチャクイがちょっとその間に、ちょっと、詰まった。またこの状況になってんじゃん。またこの状況だよ。またこのアチャクイがちょっと、ちょっとダメージを食らって、全然ヒーラーがちょっと、ヒーラー無視するんだって、おい、アチャクイを。ちょっと頼む、いい感じにこう、この微妙な距離なんなの？絶対こっち、このアチャクイも範囲に入ってろって。いやいや、ちょっとアチャクイもう撤退しよう。はい。いやーこれ、ほんと、ゴーデンについちゃうパターンなんなんすかね。ということで、今回はヒーローの本、建物の本、使ってみたっていう動画をお送りしていきました。いや、やっぱりですね、この魔法アイテムっていうのは、無課金の人にとってはね、とてもありがたいね、アイテムだなって思うのでね、ほんと、クランゲームですね、またやってきたらですね、皆さん、あ、いなくなってる。そうだ、ドゥスさんの動画で見た。もうキャラバン書いちゃった。はい。クランゲームが来たらですね、皆さんですね、クランメンと一緒に頑張ってね、ぜひともですね、こちらの魔法アイテム、ゲットしてみてはいかがでしょうか。で、これからのですね、こういったね、最新情報とかですね、どんどんですね、クラカン動画毎日投稿しておりますので、まだチャンネル登録してないよーっていう方は、ぜひとも登録お願いいたします。で、ですね、この動画がためになった、面白かったなって思ったら、グッドボタンや高評価、グッドボタンやコメントですね、の方お願いいたします。で、最後におすすめ動画も貼っておきますので、そちらの方もぜひぜひご覧ください。はい、ということで、それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。